ってあんた怪しすぎるだろ、おかしい、また設定を間違えた気がする。ちゃんとね勉強したいよ、人のね、あの食べログ、食レポ見て、おしゃれだな、いいな、こんな感じにしたいなってそう思ったのにな、最初の出だしから間違えた気がする。でここどこだ、さあ分かった人、早押し1番に正解した人には漏れなく視聴者プレゼント。でそんなことどうやってやるんかよう分からんがね、私まだ。さあこの橋、この川、さあ分かっちゃったかな、みんなも一緒に食べてみよう。はい、本日のお勉強場所は嵐山にあるなんていう名前のホテルだっけ、わかったよ、水蘭って読むんだって。もうアホでね、どうもすいません。最近さ読めない漢字はさ読み飛ばすっていう癖がついてて、なおかつパソコンでさ変換キー押せばさ、それなりにさ、なんかあの漢字変換されるじゃない、バカ度が進んできてる感じ。さあ水蘭よ、水蘭、京都ラグジュアリーホテル水蘭カフェ茶寮発水、こちらにお邪魔してみます。さあみんな行くわよ。はい、こちら着きましたら座席にねこのメニューが置いてありました。今日なぜここを選んだかって言ったら、和のアフタヌーンティーっていうことで、ね、珍しいじゃないって、いろいろとね食べてみたいもんがね このねメニューの中にあったのよ。私がね今日ね注目してたのは、まずサンドイッチのコーナーのだし巻きとクリームチーズのサンドイッチ。だし巻きとだし巻きの間にクリームチーズが挟んであるんでしょ、食べたい。きな粉とラム酒のクリーム食べてみたい。おぞよっていうところの豆乳のテリーヌと塩昆布食べてみたい。玄米とほうれん草の白あえ食べてみたい。参考になるかしらと思って、楽しみだな。でもちょっとこれ何かしら、お飲み物先より1点お選びください、日本茶コーヒー紅茶ってことは何、一杯しか飲ませてもらえないのかしらって内心ドキドキしながら、ドリンクのメニューがあるからちょっと見てみようかしら。見れば見るほどね何杯も飲みたい気がするんだけど、たった一杯しか選んじゃダメなの。おっと店員さんが来た、お好きなものを何回でもお申し付けください。やったー、いろいろ飲めちゃう、腹がちぎれるほど飲むわ私。お連れの方が来ないわ、お外でも眺めて待ちましょう。景色がいい、これ季節がいい時はさこのテラス席で食べるっていうのも気持ちが良さそう。何先に、何待ってる間に飲み物頼んじゃっていいわけ、私そんなにさ紅茶に詳しいってわけでもないから。ここはミーハーよ、フレーバーティーがいい。まず一発目はそうね、ベルサイユの夜っていうやつにする。緑茶と菊とオレンジの花びらフルーツの香りってやつ、これからスタートしてみる。さあ連れがやってやってきたわ、さあドキドキ、ん、来たー、かわいい。女子はこんなの大好きよね。京都はさたくさんアフタヌーンティーやってるとこあるじゃない、もっと若けりゃさ量がバーンたらふくあるっていう感じに惹かれたんだけど、今やさすぐお腹がいっぱいになっちゃうから、これ私はもうあれね、量より質だわと思って、こちらの和のアフタヌーンティーを選んでみましたの。さあ皆さんも一緒に、まず第一発目こちら、おぞよっていうコーナーだわね。おぞよ、京都でよく聞くおばんざいよりももう少し気楽なタイプの軽食、おかずっていう位置づけなんですって。まあおばんざい自体がさ、京都はもともと内陸で新鮮な魚介類が手に入らないから、身近にあるね野菜や乾物を上手に使って煮たり茹でたり和えたりっていう、そういう野菜中心のね一般の家庭でおばあちゃんからお母さん、お母さんから娘へって受け継がれた家庭料理っていうのをねおばんざいって呼ぶんだけど、それよりもっとね気楽なタイプなんだって。全然気楽じゃない気がするんだけど。ってことで一番最初に食べてみよう。こうやって写したらさよかったね、これ一個しかこんな風にしてね写してないのごめんね。おぞよのお重の中に入ってたお寿司、赤かぶとごまとゆかりとガリだって。ガリがねよく効いてて美味しかったよこれ。そうだよね、上に乗ってるのこれさスモークサーモンですかっていう風に見えてるけど、実はこれガリなんだよね。ガリの味がしっかりするのは当たり前。でも美味しかった。ここからスタート。
さあ、私が食べてみたかったほうれん草の玄米の白和えっていうのは、シソの花が乗っかってるやつね。笹巻きが邪魔になって見えづらいんだけど、ごめんなさい、慣れてないもんで、もっとズームにするべきだったわね。これね、松葉に刺さってるやつ、普通だったらこれさ、黒豆を刺すのが普通だと思うんだけど、この時期ブルーベリーがね刺してあんの。あら、かわいい。で、その右奥、これがお豆腐のテリーヌってやつだわ。豆乳テリーヌと塩昆布、だし巻きとクリームチーズのサンドイッチっていうのも食べてみたかったの。私が想像してたのはさ、だし巻きがパン代わりで中にクリームチーズが挟んであるのかと思ったら違ったわね。想像と違うわ。ただのだし巻き挟んだサンドイッチだったみたいね。からしバターの代わりにクリームチーズって感じかしら。え、かわいい。ゴルゴンゾーラと蜂蜜のモナカだって。チーズと蜂蜜つな合うからね。このモナカに入れるっていうのもね、かわいいよね。食べてみるとさ、意外にこのさ、オリーブと梅肉のマリネとトマトっていうやつ、トマトがねどこに入ってるんだかよく分かんなかったんだけど、オリーブと梅肉のマリネ、おいしい。お家でも作れそうよ。玉ねぎ薄くスライスしたのと、コストコとかね売ってからオリーブ甘酢の中につけて、梅干し梅肉のチューブでも梅干しちぎってでも一緒にね、つければこういうもんできるなと思いました。で、真ん中のはね、京都だよね、やっぱりね。笹で巻いたね、生麩。で、これ、ゆず豆腐のフライっていうやつ。これね、美味しかったんだけど、どうやって作るのかわからない。これみんなにもね、作って食べさせてあげたかったけど、ダメ、私お手上げ。さあ、手前のが、味噌のクルトンと野菜のブルーテ。ああ、ポタージュスープのことはブルーテって言うんだね。これね、味噌のクルトン、美味しかった。これはね、ぜひ、帰ってやってみよう。決意を新たにする。さあ、これも食べてみたかった。柚子のジャムと、きな粉とラム酒のクリームっていうやつだ。柚子のジャムはね、お家で作る柚子のジャムと同じ味がした。手作りで作ると、みんな同じような味になるんだね。きな粉とラム酒のクリームね、きな粉とラム酒っつうのはね、合うもんだなぁと発見しました。うん、美味しい。いつか何かに、やってみようと思います。さあ、このね、3段のお隣のタワーに乗っかってるやつ、甘味ってやつだね。季節によって、いろんな京都の老舗のお菓子屋さんが、コラボで、ここ、持ってくるお菓子みたいね。今回は、亀屋義長さん。これさ、こういう字書くんだけど、私、京都在住じゃないから、いちいち読み方がわかんないんだよね。寮長って読むのかな？調べたら寮長でさ、出てこないのね。義長って打ってみたら、出てくんの。創業100年以上してるみたいな老舗のお菓子屋さんだった。で、この一番てっぺんのね、これまたさ、簡単な漢字で書いてあるんだけど、日本語って難しいね。音読みと訓読みがあるから、どうやって読むんだろう。勝負玉でもないだろうし、鳥の羽の玉って書いて、これ、ここのお菓子屋さんの代表的なメーカーみたいね。今回はリンゴバージョンで特別にご用意しましたっていうね。これ知ってたらね、食べる時にね、もっとね、感激があったなぁと。こういうもんだよね。なんか知らずに行くのと知っていくのと大違い。知らずに食べるのと知って食べるのと大違いっていうのと同じで、これ知って食べたらよかったと思ったんだけど、これね、薄いリンゴのね、甘く炊いたやつの中に白あんが入ってて、これ美味しかった。これはね、私には作れない。こんなものは。さすがですね。で、この下ね、ぽい茶色のやつ、焼きカカオ。これはね、あれみたい。あれに似てる。食感的には。出てこない。字幕に出しとく。その隣、これもね、美味しかったよ。ノロの里っていうのかな。栗と白あん混ぜた、ホクホクっとしたお菓子。これもね、美味しかったし。で、一番下、白あんを入れた特製スポンジでクリームチーズ巻いたんだって。これもね、美味しかった。やっぱできないね、こんなことね。脱帽です。美味しゅうございましたよ。こちらは何かな？パカーン。まあ、なんてかわいい。またこの演出がいいじゃない？このね、砂利の上に乗っかってるの、この砂利がさ、熱くしてあったとしたら、保温効果で気使っていただいてどうもありがとうございますっていう感じだよね。でも石触ってみるの忘れてた。
どうだったんだろうか。これ米粉パンとメロンパンっていうやつだと思うんだけど、どっちがどっちだかねよくわかんないの。白いのが米粉パンなのかな。もちもちっとしてた。これもね美味しかった。さあ心配したね、一杯しか飲んじゃいけないんだろうかと思った。このお飲み物もコーヒーも飲んでみたし、この写ってる赤いやつはハイビスカス、オレンジの皮、ローズヒップ、リンゴ、ひまわりの花っていう、これじゃなかったかな、プロバンスってやつじゃなかったかな。一番最後はね煎茶で締めてみました。かわいいね、鉄の急須、鉄瓶って言うんだったっけ。それで出てきたりしてね、川の流れを眺めながらのんびりとお茶させていただきました。年齢若い人たちにはちょっと物足りないかもしれないけど、ゆっくり食べてるお昼代わりになって大満足でしたよ。美味しかった。どうもありがとうございました。ってことで次回のお勉強会もみんな一緒に行きましょうね。それじゃあまた。